皆さんこんにちは。ブギの女王でおなじみの笠置シヅ子さん。笠置シヅ子はジャニーの加害を知っていた真相、笠置シヅ子の母子家庭の雰囲気について紹介します。まずは笠置シヅ子さんの経歴とプロフィールから紹介します。笠置シヅ子は日本の歌手であり女優です。本名は亀井シヅ子です。香川県出身で歌手女優として活躍しています。戦前から女優として活動し、その激しいステージは当局から睨まれた時期もありました。作曲家服部良一との出会いにより生まれた東京ブギウギ47年が大ヒットしました。ブギの女王として大阪ブギウギ、買い物ブギなどヒットを飛ばし、その後の歌謡曲に大きな影響を与えました。戦前から戦後にかけて活躍し、特に戦後はブギの女王として一世を風靡しました。躍動感に乏しい楽曲と直立不動で歌うソロ歌手しか存在しなかった戦後の邦楽界に黒人音楽の影響を受けた躍動感のあるリズムの楽曲と派手なダンスパフォーマンスを導入したことで革命的な存在になりました。日本の戦後歌謡曲の原点でありながら、時代に左右されない明るい魅力を持つ笠置の歌は今日に至るまでたびたびカバーされ、日本のポップスあるいは J-POP に多大な影響を与え続けています。代表曲は1947年に発表された東京ブギウギです。 NHK 朝の連続テレビ小説ブギウギが好調です。11月24日に放送された第40回では 16.1% ビデオリサーチ調べ関東地区の平均世帯視聴率を記録しました。実際朝ドラが事実そのものかというと、決してそうではないのは明白で、そもそも大正時代や戦後の日本というのはそのままドラマ化するととても朝ドラ枠では放映できないやばい要素が山盛りになってしまいます。過去の文学作品の文庫本には現代の観点からはふさわしくない表現が含まれていますといった注意書きが必ずと言っていいほど付記されるように、さまざまな差別的な言葉が日常的に使われていたり、大半の男性はいつでもどこでもタバコを吸い放題でした。現代の観点からするととんでもなく不衛生であり、忠実に再現したら朝から視聴するのは難しいでしょう。今回のヒロインのモデルとなった笠置シヅ子についても調べてみると、とてもそのまま朝ドラでは放送できない話がいろいろと出てきます。まず笠置シヅ子、1914から1985の朝ドラでは放送できないエピソードとして、今真っ先に挙げるべきなのは旧ジャニーズ事務所の創業者ジャニー喜中丸側との関係だろう。松竹歌劇団 SKD 出身のスターとして戦時中から活躍し、戦後東京ブギウギで大ブレイクした笠置シヅ子、当時の芸名は笠置シヅ子で後に改名、その東京ブギウギを作曲し、長年仕事上のパートナーだったのが当時の国民的作曲家であった服部良一だった。笠置と服部は1950年にアメリカ巡業に出かけているのだが、この時通訳を務めたのがロサンゼルス出身のジャニー喜中丸側だったのである。これを気に喜ぶ中丸側は服部と親しくなり、その後来日するとたびたび服部家に宿泊するようになった。その服部の次男が約70年前、8歳の頃から喜中丸側よりたびたび加害を受けていたと告白した服部吉次氏である。喜中丸側は服部家に泊まりに来るたび、まだ幼い吉次氏に決して許されない行為を働いていたのだ。ドラマ「ブギウギ」でその服部良一をモデルにした羽鳥善一という人物を演じるのは、くしくもかつてジャニーズ事務所に所属していた元 SMAP の草なぎ剛である。この人物関係をめぐって NHK は「よろこ中丸」川をモデルとした人物も登場させるつもりだったが、加害報道を受けて見送ったのではないかと憶測する報道もあった。いずれにせよ、シヅ子の仕事上のパートナーである服部良一の家で夜な夜な少年に対する加害が行われていたなどという事実を到底朝ドラに盛り込むことはできないだろう。吉次さんの父服部良一は笠置シヅ子の「東京ブギウギ」や映画主題歌「青い山脈」、銀座カンカン娘など数々のヒット曲を世に送り出し、戦後歌謡界の頂点に立った作曲家だ。
第二次世界大戦後に良一は笠置らとアメリカ公演を行っている。この際現地で裏方として支えたのが米ロサンゼルス生まれの喜忠丸川氏だったという。1950年に始まった朝鮮戦争に米国籍も持っていた与子忠丸川氏は従軍した。前後して日本に帰国する。服部家に親しく出入りするようになったのはこの頃だ。一度軍服姿で家を訪ね、帰る時に異常なほど時間をかけて靴紐を結び、一言、あ、嫌だな、行きたくないな、と言ったことを吉次さんははっきり覚えている。あれは戦地に行きたくないということだったのか。なぜ彼が自分にあのような行為をしたのかを考えると、朝鮮戦争を経験した心的外傷後ストレス障害 PTSD も影響したのではないかなどと想像してしまうという。喜忠丸川氏は1962年ジャニーズ事務所を創業。その後も服部家とは長年公私にわたって交流を続けた。しかし僕とはほとんど口を聞かなかったですけどね。彼は微妙な顔はしていましたね。国民的な人気を誇るグループや歌手らを多く輩出し、ジャニーズ事務所は日本の芸能界で大きな存在感を持つようになった。しかし喜忠丸川氏が事務所を作った意図を吉次さんはこう見ていた。こういったことを合理的に処理したい、自分が思い描くことをしたいと事務所を作られたのでは。70年の沈黙を経て自身の被害を公表しようと決意したのは今年に入り、歌手のカウアン・オカモトさんらジャニーズ事務所の元所属タレントらが相次いで顔を出して告発に踏み切ったことが大きいという。朝ドラブギウギのモデル笠置シヅ子はとんでもない災難に遭っていますね。シヅ子が40歳の時、娘のウェイコさんの言う海未遂事件が起こったのです。ウェイコさんを33歳で産んでいますから当時は7歳でしょうか。昭和29年1954年3月31日脅迫状が届いたことが発端でした。脅迫状は静子の世田谷区自宅に届きました。内容は天神橋下に6万円を置け、さもないと一人娘をすぞというもの。6万円ってなんとも中途半端な金額ですね。この金額から犯人像が分かろうというものでしょう。この頃小学校の教員の給料が8000円ほどだったといいますから、金目当てにしては何とも少額ですし、今なら120万円程度の身代金でしょうか。もちろん静子はすぐに警察に通報しました。なぜこんな脅迫状が自宅に届いたのでしょうか。当時有名人の個人情報は保護されていませんでした。ダダ漏れだったんですね。芸能人の住所や電話番号は当たり前のように雑誌などに載っていたのです。だから犯人が静子の自宅の住所や電話番号を知っていても不思議ではありません。犯人は売れっ子だったから目をつけたのでしょう。その後犯人からは9回連続で電話連絡、警察はその声をテープレコーダーに録音。そして4月8日午後3時頃、犯人が指定した場所自由が丘駅の公衆電話へは静子のマネージャー事務員が出向きました。金を渡そうとした時、近づいてきた男が金を受け取りました。金は新聞紙にくるんであったそうですが、中は空っぽ。張り込んでいた4人の刑事が一斉に飛び出し犯人を取り押さえました。あっけない結末、幸い娘さんに被害はありませんでした。犯人は無職の男、2ヶ月後に結婚を控えていましたが失業して金が必要になり犯行に及んだと供述しています。笠置シヅ子さんはこの事件をきっかけに一人娘英子さんを芸能人の子供ではなく平凡家庭の子供として育てていこうと決心したそうです。娘さんのウェイコさんは吉本興業の女社長吉本姓の一人息子吉本英美義の子供ですが、入籍する前に死亡したため結婚式も挙げていません。何の因果か娘さんも静子と同じような身の上になってしまいました。娘の亀井ウェイコさんは過去にテレビ番組にも出演されていますね。これはきわめて珍しいことでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。